何よりもさておきまして、特別出演の青木美香子さんでございます。どうぞ。我々みんなの演奏でにこやかに歌っていただける歌手でございます。ありがたく。まあ、青木さんもいろいろね、敬老会のお仕事今まであったけど、やっぱりちょっと最近この数年はちょっと少ないですけどね。そうですね。あとね、お弁当をそこで食べなかったりっていうのが最近の特徴かなと思ってます。そうですね、はい、お弁当もこの大阪近辺では ある程度ね、紅白饅頭とかいろいろお弁当はあるんですけど、はい、田舎の方に行けば行くほど豪華なこの、はい、消化の弁、折りが出て、お作りが出て、はい、しかもビールも出て、はい、お酒も出て、熱燗がいい人は熱燗ということで、本当にね、もう奈良県のね、本当に奥地に行きますと、はい、本当に夜間があるからお茶かと思ったら、それにね、お酒が入ってる。熱燗。で、湯飲みで飲む。こんなね、高齢者の人がお酒ばっか飲んで大丈夫かなってやってたんですけど、外見たらね、ちゃんと救急車が出てくる。すごいね、すごい。用意満タン、消耗満タンもあるというね、いうことでございます。それでは1曲目何でしょう。はい、大阪暮らし。大阪暮らし。歌の歌詞を書いてるこの石のね、はい、歌詞があるそれが法善寺にあるんですね。法善寺にね、ありますね。
皆さんご存知ですかね。はい、宝泉寺横で入ったところにありまして、はい、左手の、右側があの、なんとか寿司が今新しいね、なんか夫婦善哉とかも、そうです ね、でそこで、はい、私が動画を撮る係でスマホちょっとお願いします。座ってこない青木さん、そこで歌ってるとちょっと歌ってみます。 あっという間に人影ができて、観光客の方が聞いてていいですか、ね、とか言ってくれて、あの高げた履いた板前さんまで出てきて、そうです、自分を見て見てもらってね、はい、あれ以上集めたらあかんということでさっとやりました。結構検索数が上がりましたね。そうですね、あれは上がりまして、うん、はい、ま、で、歌姫の前でね、うん、あのいろんな歌姫の前で歌っていこうかなと、いいですか、ちょっと計画してます。全国の、はい、ありがとうございます。そういうことで青木美香子さんでございます、はい、今日もよろしくお願いします。